はい、こんにちは、です。マサンです。メンです。今回ですけども、UNO やりたいと思います。皆さん大好き UNO。まあ、トランプの次に多分人気の、まあ、カードゲームなんじゃないかな。多分もうみんな遊んだことあると思います。ルールは簡単。みんなでドキドキ UNO。最近の UNO はね、なんかちょっとね、取り替えっこワイルドとか、ちょっと新ルールも追加されてて、昔よりなんかちょっと若干バージョンアップしてるんですけども、この UNO のルールに、プラスアルファでのこじつけを付け加えたこじつけ UNO ってやつを今回はしたいなというふうに思います。ルールはすごい簡単で、まあ、基本的には UNO のルールで進んでいくんですけども、ありとあらゆることをこじつけることができるというルールです。で、こじつけって言ってももちろん全てが通るわけじゃなくて、ちゃんとこじつけた場合のみルールが通るっていうね、もう見てもらうしかないかなと。見て空気感で、あ、ルールこんなんなんやっていうことを感じ取ってほしいですね。これでも流行るかもしれんもんな。いやいや、もう流行るかもしれない。大流行になるかもしれない。こっから、うん、こじつけシリーズの UNO です。これ、この UNO ね、白いワイルドカードっていうのが3枚入ってて、そこに自分の好きなルールをかけるみたいなんですよ。はいはいはい。でそれ3人いるんで、1人1枚ずつワイルドカードにちょっとルールが出て最初に書いておこうと思います。はい、じゃあ一応ね、白いワイルドカード全員分かけたんで、これも中に加えてから、自分のしか分かってないっていう視聴者の人も、まあ、もうその本番にこう誰が書いてあるって予想しながらやっていくと面白いかもしれない。じゃあもうこれ今からシャッフルしてね、早速始めたいと思います。はい、じゃあ準備できたんで、やっていきたいと思います。UNOのルールなんですけども、普通手札7枚から始めるんですけど、3人しかいないんで、特殊ルールで2倍の14枚から始めたいと思います。オッケー、じゃあ山札これで置いておきます。1枚ね。で、1枚。オッケー。はい、赤い4から3です。もうじゃあこれもう順番。時計回りで。時計回りで。もう俺からスタートしますね。いきまーす。やっぱこの手札。強っ。強くないこれ、めっちゃ。まあここはじゃあ、先生番地。UNOという、やっぱりこの色替えから正しいね。はい、赤の9出してからの青の9に入れ替え。色入れ替え。あー、そんなんいけるんや。いけるやん、普通にこんなん。いや、いけるやん、どう考えてもこれ。こんなんあったっけ。いや、これどういうの、これ基本なん。この基本。色は同じでしょ、これ。色同じ。で6で、あー、また戻すね、色。色戻して。パクるパターンだ。はいはいはい。3枚で、お、え、37 37 でも何もこいつけない、ないみたいな。あ、37 37、待って、特殊ルール発動で37には赤、黄色、青、緑、74。あ、すげえ。74で俺のターンもう一回きます。これえぐいな、連続ターンは。はい、カラー変えます。黄色で2枚で、めっちゃ出すか。お、8。はい、8ね。はい、青の1と。じゃあ俺はダブルリバース。戻る。じゃあ9、2枚。また9、2枚。めっちゃ手数少なくなってたな、減ってったな。ドロツー、ドロツーやな。じゃあドロツー。ああ、はい、ドロツー。ええー、これってドロツー以外ってかぶせられないんだっけ。いや、買った。ドロー4、色替え。ドロー4、赤、色替え。全部お前累積やで。14枚ね。14枚で色は黄色。14枚。14枚ね。よし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 。何でもできるかな、今からやったら。これとりあえず、いっぺん、マイサスキップで。こっからじゃあ、これで。1。赤にします。トリプルリバースやな、俺。トリプルリバース？あ、名人か、これじゃあ。結構減ってきたぞ、俺。あ、やばいな。スキップ3枚ですね。名人やばい。また、37。はい、じゃあ次、俺ね。ドロー4。赤。いや、ね、ドロー4。一応置いときます。ミノ。いやいやいや、ミノ。ミノ。いや、3枚やから。ミノ本田さんの。ミノ。3枚、そんなん言わなかった。うん、青。あ、じゃあ受けます受けます。受ける、受けます。始まる。やばい。はい、で、え、何これ。うわ、入れ替え、手札入れ替え。やば。俺でも一応跳ね返ったの。どっちに仕掛けていい。俺も歩けへん。それどっちに仕掛けていい。ヒカルさん大丈夫。じゃあ俺ここで発動する。じゃんけんカード。じゃんけんで勝ったら全てのカードを無効化できるというカード。最初はグー、じゃんけん、はい。じゃあ、まあ、名人これ2枚と今回は。あ、そう、やばいぞ名人一気に。やばいなこれ。何やねん、何枚やんこれ。交換勝負出たいな俺も。名人が上がってまあまあ2枚勝負出た。この空気流れを一変する。やばいわ、確かに。8-4カード。どういうこと。8-4カード8-4。いやー、いい感じ。空気いい感じで。おい、行けよ、お前さん。よっしゃー、6。6? お、大丈夫か。あら、おぉ、なにやこれ。なにこれ。これヤンマーって言わなあかんね、まず。ヤンマー、まあ、はい、終わりって感じだけど。これヤンマー、ちなみに、その、テンションガタ落ちヤンマーやな、さっきの。テンションガタ落ちヤンマー。テンションがマジで落ちるような感じの、俺がもう印象として捉えたし、多分視聴者の方も捉えると思うの、さっきのヤンマー。そうなってくると、山札から30枚やな。
30 本家ヤンマ出しとったらもう全然何もなく自分の A 方向のカードでいけるわけ。あーなるほどね、気持ちいい、気持ちが足りない、自分の好きなカード入れ替えるみたいな、そういう効果を、まあ、30枚ね、まあ、これ何でもありやもんな、ここは、うん、ドロス2枚で、はい、ないからな。ねえ、敗北決まってまでやな、ボンちゃんもうこれ。いや、待ってくださいよ、一旦攻撃じゃ、そのドロススキップするわ。そんな使われていける、マキさんに言って。いや、いかへんけど、俺をスキップしたから、こっちがいい。パンをスキップしたから、ドロスをスキップしたから、受け流す、受け流すから。俺、松井秀喜、55番、打ち返します。51番、イチロー、打ち返します。いや、俺ホームランやから、55番は。1本のホームランあり、10本のヒットの勝ちあり。ない。敵がいかれるか。光は何やかんや、まだ手札減ってっとんかな、もう揃ったな、俺これ。あ、俺あったわ、8揃った、9、あー発動、69、6と9の組み合わせ、69で、さらにここに69、69が発動します。両サイドの手札入れ替え、入れ替え、手札、いやいやいや、いやそうか、69に交わるのだから、交わっての2回ずつの交わるのだから、よっしゃ。いいやん、横のやつな、それ、うん、ウノ、え、もう名人が俺に7点張ったらもう俺はもうあるから、俺勝ちはいるかんで、悪いけどほんまに。トリプルファイブでじゃあいくか、トリプルファイブ、トリプルファイブもらわれで、もう起死回生の、あー、うぜーな、もう確定でね、ドローツね、ドローは最後残しとったらあかんもんな。でもありがたいな、これありがたい、ドローツ、よっしゃー、うーわ、はい、2枚いけるよ、ドローツか、リバースで返します。うーわー、ドローツリバース、まさかよ、ないな。じゃあもうラスト一番、ね、やったねえな、これまだ、これじゃあヤンマでした、ここだけ残して、うわー、ヤンマーカード欲しいな、ほんまに。あれ俺が手にして最強の方法をほんまにもたらすから。はい、じゃあもうこれはここで、はい、あーゼロ、ウノゼログラビティ発動、ゼロの空間にある、これ3枚、今4枚ついてるから4ターンなんです。ゼロしか出せへんけど、ゼログラビティなの。無重力空間に入ったから4ターンスキップ。これゼロやから1つも、あーこれもゼロ、メイン何やったらもフィグしちゃう、ゼロの空間から今これ、もうでも溶けとうかな、今ゼログラビ、もう溶けた、もう溶けたな、もう溶けたらし、ゼログラビ、これ、うわ、えまた、またやばいな、マジか、どうしよっけね、赤ないな、赤じゃないと思うな、ほらね、オッケー読み切った、読み切った2枚の感じ増えたり、こっからはもうな、ドロー4、緑4枚、緑4枚ドロー、よっしゃー、さあここで1、2、反撃、2の毎回言うけど、2の、お、え、6枚スキップ、あ、これでも劣勢な状況、下克上、劣勢な状況に立たされた時に発動できるっていう効果で、どういう効果なのこれは、下克上だから全ての効果を受け付けず跳ね返すっていう左右プレイヤー両方に、メジャーあるなんか、うわ、ジャンケンが、うわジャンケン向こうかい、向こうか、ジャンケン勝てば、じゃあ俺も向こうかされるから、いや違う、自分一人とかじゃないよ、これだって両方に効果があるやから、それは両方や、いや、ジャンケン勝てるだけやから、ジャンケン全然3人だけして、ジャンケン勝ったやつに有利な方向に進むっていう、あー、いいで、最初はグッ、ジャンケン、ほい、やったー、俺だけ向こうか。じゃあオルトメイジン6枚ですか、そうやな、うの来たぞ、これで最後決まる、頼むぞ、8、うわうわエクチェンジ、これはお前さんと、うわこれ名人じゃん、うわ強っ、なかなかええ手札やけどこれ、じゃあ俺も使っていい、これ2の4枚出したやろ、2の4枚やな、2の5乗ドロー、うわー来た、きたー、2の5乗やな、めっちゃ多いで、4 8 16 32、よかった、危なかった、2の5乗は、ドロー2が4枚、8枚ドロー、マジで8枚です、お願いします、よかった、ここ乗せるわ、10枚やんまー来ました、これさっきのヤンマーは幸せを運ぶヤンマー。
幸せ運ぶヤンマーは自分の好きなカードを選択できるみたいな。どういうこと？全部自分の好きなカードで構成できるから。うん。あ、そういうこと。ああ、もう選べるか。選べるやん。こんなカード。手札入れ替え。手札入れ替え。手札入れ替え。じゃあ先ほど10番は向こうができてんやん。10番。いや。先ヤンマー。いや向こうからであれだから幸せ運ぶヤンマーだからその条件を向こうからにして自分の手札も入れ替えるっていう向こうからも入っとか。次誰だ？俺が。さっきヤンマ出したもんな。まあそうだ。俺だな。次じゃあこれ何色なの？黄色黄色黄色。黄色？幸せやからこれは。ああないわ。あ俺か。ないわ。ほっ。エンド。じゃあ俺、うん、ジャンケンカード新しい使い方するわ。ジャンケンカード新しいな。基本向こう勝ってなんか使われようとみたいけど、うん、違うねん全然。なんだこれ。勝ったらこの2枚をもう土壌分できるっていう。なるほど。うん、それでも2人に勝たらあかんからこれ同時に。あそのルールやったっけ、うん、2勝連続で勝てに勝った場合山田から10枚引かなあかんっていうルールやなこれ一応一気にじゃいきます。最初はグーじゃんけんほいシャーお前やばいな明治行ってくれよ。最初はグーじゃんけんほいイエーイさあ18番 S 番号ですね。これは松坂大輔さんのでもこれいやいやちょっと待ってよ俺俺もじゃあ、ここ外そう。あ、何や外してもらおう、俺ここで。何を？十字。これ全部色の違う、カラフルな十字。十字？うん、すごい十すごい十ん？すごい十カード発動。はぁ？すごい十これ飲んでもらいます。はぁ？ちょっと前のやつと違う。うわぁ、もうドリンクかけテンションちゃうとなんかうわこれ絶対むずいじゃん。それ飲んでもらうな、前さん。これじゃあ1回ほんま嫌やろ、これこれでじゃあ、前さん最後どうなるか決まるからな、これ。バカ俺今一応これ、嫌やろ。これもう、やばいやばこれ匂いやば匂いやばこれちょっとやばいな、ほんまにこれこれバカなんかもう腐ってない匂いする、ちょっとこれは俺は嬉しいよ、腐らせてこれはやばい、マジでやばい。じゃあこれとりあえず飲み切れたら前さんも上がれるけど飲み切れなかったらもうこれスゴジューカードの効果で打ち消されるから。ああ飲み切ったらもう上がれるんや。いやそうやねそれは全部受け入れるから受け入れないでも勝ちやから気合いでいくしかないなこれは。じゃあいきたいと思います。まだ無理やろこれやっちゃう全然見てんやまだもう全然一口ぐらいしか。ああ、やけない。どんな味なの？ちなみに。なヒリヒリする味やな、ちょっと喉が。でも、飲み切らないとあれやから、皆さん無理。いや、これ無理やな。じゃあ、山田の10枚すごい10の失敗で。うわー、マジで3、4、5、これやばい、だってもう8、喉がほんまに、なんか痛いもん、ちょっとやけない。ちなみに、今さっきの俺すごい10カードで、9打0もやったから上がりました。えぇ、はい、そう、ほんまほんまマジで。うん、手で思えたから。じゃあ、もうあと2人で戦うから、これどうぞ、山田さん。はい、次ジャンケンカードこれに勝った方が勝つ。ジェリーです。あ、もうもうそう、最終そこまで来る。僕たちでしょうかな。僕たちでしょうかな。もうもう勝った。これに勝った方がジェリー勝利する。負けた方がすごい飲まない。まあでも仕掛けた方が俺だから俺が勝つんでできたよ、このジャンケンは。もうじゃあこれじゃあジャンケンザルしてもらって。最初はグーじゃんけんぽん。うわあ！やらさまさん、これじゃあ最後もうこれもう罰ゲームみたいなもんやな。大丈夫か、飲んどったら俺勝てとったやん話やからな。これ最終ほんまに最後にまでやらはるになるからな。めぐりめぐってきた、めぐりめぐってきたらめぐりめぐって意味わからん。めぐりめぐってめぐりめぐってな。いきます。奥さんと今日頑張れよ。夜2人目作ろうぜ。うわーいった。あーゲットトイ。